トレーナーの浅見。タイプ相性だ、いいもんね、これね。よし、で、和紙のボン、どんどんレベル上がれ。ブルンゲル、わかんねえ。雪んくんあたり出してみっか。わかんねえ。レアメタルの原種か、多分そうだと思うわ。ここはまあこれあれだな、モンモンが正解だな。雷必中するやつだっけ。まあ一回目の目のあれだな。あ、暴風もマジで、マジで。ちょっと打ってみようか。効果抜群でこれ。うわあ、なになになに、てめえふざけんじゃねえ。これが俺のモンモンの暴風だ。踊れ前へ。うわー、弱え。待て待て、これた、これいけるよな、これいけるよな。これメガドルで勝てるよな、これな。勝てる勝てる。まさかあの初めて受けたあの攻撃が全てのステータスが上がってるっていうのは気づいていたんですが、まさかこっちの方が素早いしメガドレも当たってそこそこ回復して急所に当たるっていうことを、あそこで当たるってことを考えていませんでした。僕のヒューマンエラーで死んでしまったこのエルフーンことモンモン、レベルは46で他人からもらったポケモンなんですが絶命してしまいました。これは彼女の最後の鳴き声を録音したものです。まさかエルフーンが、いやモンモンがこの墓場に行くことになるとは誰が予想したでしょうか。あそこで暴風使ってなかったら多分勝ててたんじゃねえかな。どうだろう、あそこで多分暴風じゃなかったら勝てたんじゃねえかな。